バイク女子チャンネル。60キロ出せる。羨ましい。これで高速走れる人。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルはこちら、スズキの名車新型カタナを試乗インプレしていきたいと思います。イエーイ。まずは足つきから行ってみよう。はい、こちらは 163.5cm の私がまたいだ映像です。こちらはシート高が 82.5cm のため、足先だけツンツンとつく程度です。スタンドには突起がついているため、とても払いやすく戻しやすいです。皆さんどうもこんにちは、パピズペパルパルどうもパルパルです。今日はこちら、スズキの刀に乗っていきたいと思います。よかったら最後まで見てください。はい、じゃあ今日はこいつに乗っていきたいと思います。イエーイ。ご覧の通り刀くんです刀くんです。ちょっとね、結構これシート高が高くてね、それがよいしょ不安なんですけど、ギリギリ足はね、でも結構ね、真ん中が狭いからか足はつきます。鍵をえいスタートしてみようかな。緊張する。緊張しますあ、待って、ミラーをセットしなきゃ。足をおおおおお、あれ、スタンド上がってるよね、上がってるよね。おお、なかなか重低音的な音でいいんじゃないでしょうか。おお、あー、クラッチが結構ハードだぞ。男の男感あります。男感って何みたいな。うわっちゃ、ああこのね、ポジションちょっと待って、ちょっと待って、緊張する。とね、初めてのバイクは緊張するんで、あ緊張、初めてのバイクは本当緊張するんで、緊張してます。はい、ドキドキしてます。でもね、ハンドルの位置はなんかいつものあのセッパハンと若干近い、そのバーだともうちょっとどっしりこうよく来る感じなんですけど、どっしりなんかね、結構ねバーなんだけど、それなりに下の方にあるっていう。あ、クラッチはね結構ねハードだなおおほほほほ、走り出しが怖い。このさ、最初の乗るバイクってさ、わっ、あー、クラッチとかさ、なんかアクセルの感覚が分かんないから難しいよね。あ、なんかね、教習所のバイクみたいとか言ってこれ褒めてんのか何なのか分かんないけど、教習所のバイクみたいな気分になってきた。なんか似てる気がする。よし、行きます。ウィーイ。お、なんかすごい、うわー、いつもさ2気筒に乗ってるからかさ、すごいさどこどこどこってするんだけど、これはねスムーズ感が半端じゃないですね。すごいスムーズ。うわ、ミラーもね位置が見やすいね、これね。はい、しょ、止まるときはちょっと怖い。足がやっぱりツンツン、足めっちゃつま先立ちだから足のつま先立ち感が半端だねおおおお、景色も綺麗だし、これは最高じゃない。スイッチはね、Z900RS の方が左側に全部集約されてたんで、そこは良かったですね。あ、緊張する。あとはね、なんだろうな、まあ、はっきり言って別にねすごい乗りやすいっていうそれだけかいみたいな。このクラッチの操作がなかなか慣れないんですけど、曲がれた、よっしゃ。あ、また今日も車に抜かされまくってるな。まあ私が普段ドゥカティに乗ってるからかもしれないんだけど、2気筒に比べて、うお、ニュートラル、また入りやすいもうね、国産車にね2週連続で乗ってるんですけど、国産車すごいな、すごい、なんか安定感がやっぱり半端じゃない。おー、
もうねやっぱ低速、日本ってそんなにさ速度出せないからさ、すごい低速のことを多分考えられてるんですよね。すごい考えられてると思う。みんな早いな、すごい超安定してる。だってさこれさ40キロとかしか出してないんだよ私。こんな徐行してたら怒られちゃうよね車に車に煽られるんだよねバイクがこの辺のバイクはどうやって入ってるんだろう。なんかね Z と同じになっちゃうんだけど、一速の安定感が半端じゃない一速の安定感は本当半端じゃなくて、すごい今日暑い、夏、真夏です。よいしょー、ウィー。なんかねクラッチもね慣れてきてだんだんいい感じになってきました最初はね結構硬かったんで重いなと思ってちょっと大変だったんですけど、大丈夫になってきた。そんなにねなんかカタカタじゃないですクラッチは。なんかクラッチカタカタなのって結構辛いじゃない。でもおお風が強いでもそんなにカタカタじゃないかな。え、めっちゃなんか裸で日焼けしてるおじさんがいるんだけど、あそこセクハラブレーキも別にね、あのねはっきり言って大してあんまり言うことがないっていうぐらい、もう初心者でも扱いやすい、すごくいいっていうか、なんていうか、もうほんとオーソドックスなバイク、すごくすごいなんかオーソドックスなバイク本当に。もうね別にコーナリングとかも何にも文句ないし、都内の街乗りするんだったら全然なんか1速で十分だし、これ2速とか上げたら出過ぎちゃうぐらいになっちゃうかも。高速走ってみたいな、これで高速走りたい、高速ほんと高速走ってみたいな。危ない、ほんとなんでこのさ無理やり入ってこようとすんのマジで。車が来なくなってから入ればいいじゃん。もうさ50センチぐらいとか詰めてくるからね都内の車とか。だからうるさいバイクの方がいいんですよ本当に。もうね何回も言うんだけど、これうるさいバイクの方がいいんですよ。ある程度結構国産のバイクってさ静かになっちゃってるからさ、ステップの位置とかも結構いい感じで、そんなにこうきついポジションじゃないし、上の方じゃないんで、ハンドルはちょっと低めだけど、あのステップは結構どっしり構えられるような位置にあるので、うん、楽ちんな感じでいいかもしれない。コーナー、うん緊張する緊張するけど、コーナーもまあ十分いいと思います。このタンクのあの挟む、うわー風が強い、おーおータンクのこの挟むところはすごくフィットしてる、すごくフィットしてる。その辺は本当に国産って感じで、国産バイクのありがたみを感じます。でもね女の人はね、私今ヒールなんですけど、ちょっとねこの問題をねどうにかしてほしいんだけど、ヒールがね引っかかるんですよ位置的に。私の足が 23.5 なんですけど、 23.5 だとちょうどあのブレーキとかリアブレーキ踏もうとするとちょっとヒールが引っかかる感じっていうか、ちょっとつま先の長さが足りないかなぐらいな感じなんで、注意した方がというかいいかもしれませんね。うわーこれね早、これねちょっと待って、今ちょっと思ったんだけど、高速乗ったら超楽しいと思うよこのバイク。すごい静か、ブレないし、すごい半端じゃない。あー飛ばしたい飛ばしたい飛ばしたい、あー飛ばしたい飛ばしたいよこんなまっすぐな道があるのに私は一体みたいな、私は一体チャリーン、あーあーこれで早く走りたいこれで早く走りたい、おおヘルメットがずれてきちゃった、よいしょ。いやこのバイクねでも軽いんじゃないかな、足つかないけど起こすのがすごい楽だな、軽い軽い、私のやつより軽いんじゃないかな、もしかして。ほんとなんか教習所のバイクみたいってさっきも言ってたなんていう、なんかね別にすごい特化したところがあるっていう感じ
でもないんだけど、別になんかそれがいいみたいな、だからそれがいいみたいな感じ。安定、もうほんと安定です。で、そしてもう何度も言うけど、これで高速を走りたいこれで高速を走りたい。最高だと思うよこれ、うん、やっぱねポジションがいいのがいいと思う。すごいねポジションがいいんだよね。体に合ってるのかな、やっぱ日本人サイズに作ってくれてるのかなこれって、まあ、相変わらずなんか特に専門性とかのないゆるレビューなんですけどリアタイヤが太いからか結構あのツンツンでも安定して立ってられるので、その辺はいいところですね。かなりそこポイント高いと思う。あとやっぱね国産車のね排気音は渋いですねこういぶし銀みたいないぶし銀みたいな感じで、すごいあのなんか渋いです。結構こういう音好きだな私。はい、じゃあ音を取っていきたいと思います。この L ツインのドコドコした感じじゃなくて、ドコドコしてない感じっていうのはすごく乗りやすいですまあそれね、ほぼほぼあのどこどこなるのってドゥカティだけだと思うから、まあでもドゥカティもね V4 とかはやっぱり全然そんなどこどこ感少なかったし、あやっぱリアブレーキがうまく押せないのが怖いな。ヒールで乗りたい人は注意って感じ。クラッチは結構遠くまで離さないと進まない感じ。それで伝わるかなクラッチは結構このぐらいまでで分かるかどうか分かんないけど、うん、話した方がいいかなって感じ。いやー暑い時やっぱ辛いよね。でもねちなみにこのバイクは全然暑くないです。全然暑くないので、うん、別に辛くはない。暑さでもう私のバイクなんてこっからムン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 熱気が上がってきて、それがねヘルメットの顎のとこからね入ってきてね、もうワンワーンみたいな、もうワンワンワーンみたいな、もうなんていうの、もう効果音が鳴りそうなくらい暑いので、これはもうそういうことはないですね。ちょっとあのエンジンがあるからふくらはぎとかのあたりはちょっと暑いかも。太ももっていうよりはふくらはぎ、熱中症になるほどではないかな、ちゃんと休憩取ってれば。あーなんて気持ちがいいんだあーバイクって走り出すとほんと気持ちいいよね。あー最高、あー気持ちいい。なんていうのこれ、じらされてる感じっていうのかなバイクって完全にさじらしだよね、じらしプレイだよねこれね。だって速度出るのに出ないみたいなとかさ、なんかあとこの止まってると暑い、でも動き出したら涼しいみたいなのとかさ。ここは60キロなのかな、60キロ出せる、イエーイ楽しい、ほうほう60キロ出せてるいやこのバイクで速く走りたいな、羨ましい。これで高速走れる人、これはいいわ。いやー羨ましい、このバイク乗ってる人いいなー。 Z900 も高速すごい良さそうだったけど、私の予測だとこっちの方が高速は楽しいんじゃないかな、まあ、甲をつつけがたいから別に Z を否定するわけじゃないんだけど、全然こっちの方があえて言うんだったら高速で乗ってみたい、両方乗ってみたいけどあえて選べと言うならこっちかな。60キロ、イエーイ、嬉しい。やっぱバイクのね醍醐味だよね。まあよく弾丸ツーリングとか言うけど、まあまあまあなんか乗っている俺弾丸みたいな